今日は肩のリアを鍛えてます。今日はどこですか、鍛えてるのは。肩ですね、肩いきます。肩のリアですか。肩のリア全体ですか。肩、後ろ、横、前ですね、全部いきます。なるほど、頑張りましょう。これはもう熱くなんで、その部位を温めたい。これはまだアップですからね。これはアップで、そうです、いろんな刺激を。14キロですね。ちょうどいいかな。リアですね。逆転なんで。リア多めですね、今日は。リア弱点だ。頑張りましょう。あ、この時は、まあ、ここちょっとスペース空けて。あ、ここスペース空けるんですね。こういう感じで。あ、胸はつけて。胸はもうここは預けちゃっていいです。ここは預けて。タンクトップにならないですか。まだちっちゃいんで恥ずかしくて脱げないですね。あ、着てるんですか。一応タンクトップ着てるんですか。え、着てる着てる。ああ、タンクトップ着てるよ、下に。ああ、いいですね。いいんじゃないですか。リアもう一種目、サイドケーブル種目です。Thank you.
これだけで、はい、リアの筋肉って収縮されるんで、それ狙いです。はい、一番軽い重さなのにめちゃくちゃきついっす。で、2号機真面目にやってください。もう一回ですか？真面目にやってください。真面目にやってだから俺の肩2分の1ぐらいだけど。いや気持ちいいです。変態やん。サイドアップ、はい、サイドアップいきます。肩は地味トレなので、地味だけど重要なトレーニングですね。地味だけど重要。追い込みますね。おお、まだまだってことですか？全然、ちょっとそうですね。栄養が足りてない体の。でかくなってきたかもしれない。かっこいい。いいですね。頑張ります。前じゃなくて真横でやるサイドレースですね。これじゃなくて。それじゃなくて、そっちの横でやるってことですね。で、だから別にこの肘は別に、普通だったらここ意識すると思うけど、これは別にもうこの辺で。あんまり上げなくてもってこと？あんま上げないでも真横に上げればここ収縮されるんで、これで大丈夫です。はい、これで、これでいきましょう。はい、
パンパンじゃないですか。やばいね。めっちゃパンパンになってる。張っとろ。モダイチでも顔はイケメンなんですね。いや、マスクつけてるからわかんないけど。いい感じに張ってますね。サイドの全部前らへん、はい、狙いでいきます。今ダンベルを持って、この状態でこう上げると、はい、ダンベルの重さはまあ綺麗にこう伝わって視聴してるから肩で受け止めやすいけど、これをあえて肘を肩から外してこっちに向けて上げることによって重さの負荷を はい、こっちに乗せてるんでめっちゃきつくなって負荷が乗りやすくなる。ああ前に出して、そうそうそう、でこうやって、そう、いきなり前に出された瞬間もう力がマジで左上がんない、これやばいマジで上がんない、その上がんないとこで上げるんですよマジで上がんないやばい、これマジで上がんない、左がこうグッグって落ちてく自動的にいや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 、左どうしたんですか。左が上がんね、左が上がんね、どうしたんですか。左が上がんね、マジでマジで上がんね、きつい、きついですか。力は入んなくなるもん、途中からいきなりきつい、これちょっと気持ちが負けてますね、ちょっと痛い